西ゴート族、東ゴート族連合軍、ローマ帝国軍、ハドリアの、ポリスの戦いは、378年に行われた、ローマ帝国皇帝ワレンス率いるローマ軍と、ゴート族との戦闘である。この戦いで、ローマ軍は敗退し、イゴトラキア地方は、ゴート族に占領されることになった。英語表記で、アドリアのオープルの戦いとも称される。4世紀中頃、 東豪都族は、東方から到来した、フン族に定住していた国会沿岸から追われ、ローマ帝国国境付近のドナウ川下半まで移動していた。そこには3世紀頃から、西豪都族が定住していたが、東豪都族の移動により、居住地を奪われた西豪都族は、武装解除した上でドナウ川南岸へ移住する代わりに、軍務に適した男を補助兵として、 ローマ帝国へ差し出すとともに、帝国内で農耕することを提案した。西ゴート族の提案は弱体化が進むローマ軍を増強し、ドナウカ半一帯を再び農耕地帯とする可能性があったため、ワレンスは彼らの提案を受け入れ、移住先にトラキアを用意した。376年秋、フリティゲルンらが率いる西ゴート族はドナウガート化を始めた。 しかし他の部族も便乗してきたため、当初帝国側に伝えられていた規模を大きく上回る30万人が移住してきた。移住した季節が収穫期に当たる秋であったため、トラキア地方の行政官は、翌年の収穫時までの1年間の食や生活必需品を移住してきた部族に支給しなくてはならなかった。しかし、行政官は生活面の保障をせず、 また保証されても量も少なくて品質であったため、西郷都族は武装解除せずに、ギリシア北部で略奪を始めた。その勢いは当地にいたローマ守備兵を破るものであったため、ローマ皇帝自ら出馬して鎮圧する必要に迫られた。378年春、ワレンスはアンティオキアからドナウ川南岸に近いコンスタンティノポリスに向けて出立したが、 途中軍を集めながら抗軍したため、到着に5月末までかかった。コンスタンティノポリス滞在中、共同のローマ皇帝で帝国の西半分を任されていた老いのクラティアヌスから援軍に関する書簡が届いたが、ワレンスは自分より先行を遂げていた老いに対しおい目があったため、これを拒否した。この間、西郷都族側も、と下をしていなかった部族に召集をかけた上で、 トラキアから一路コンスタンティノポリスを目指し南下を始めた。迎え撃つ、形のローマ軍もエグナティア街道を投進し、両軍の中間にあたるハドリアのポリスで先端が開かれた。378年8月9日、早朝、ハドリアのポリスを出たローマ軍は南下する西ゴート族を求め北西に府を進めた。火が昇り始めた頃、 先行していた右翼がエンジンを組んで防御に徹していたゴート族の一部族を発見し攻撃を開始した。ローマ軍は右翼、中央、左翼に騎兵団を展開する典型的なローマ軍の布陣、つまり海戦方式の陣形をとっていたが複数の部族の集合体であった西ゴート族側は各部族が独立して攻めてくる陣形で攻撃したためローマ軍は意図する。 後意戦の形へ持ち込めず、各軍がバラバラに攻防を展開することになった。日没前に、ローマ軍は、交換2名、大隊長35名が戦死し、全軍の3分の2を失う惨敗を起死した。また、ワレンス自身も負傷し、進化に支えられながら逃げ込んだ小屋の中で、皇帝が中にいるとは知らずに火をかけた、ゴート族によって焼き殺された。これにより、 西豪都族は武力を保持したままで、ローマ帝国内に居座ることになった。帝国中央部に侵入を許したため東西ローマの分裂は決定的となり、いよいよもってローマ帝国の蛮族化が進むことになった。この戦いでのローマ軍の敗北は文化人にも大きな衝撃を与えた。元ローマ軍人で歴史家のマルケリヌス・アンミアヌスもその一人である。 彼はタキトゥス著作以降のローマ史を記述した歴史をワレンス帝の戦史で終えることになる。ローマ軍の歴史東京書籍 P38 から39ありがとうございます。